こんにちは、マキエグゼスです、ちょっと前の動画でダイストポロジーとか位相幾何で出てくる基本群っていうものを定義しました。はい、まあ、これは、超簡単に定義を言うとループっていうものの、同値類っていう感じなんですけど、本日はその位相空間が、弧状連結だったら、ループの起点の取り方によらずに、基本群は同型っていうことと、あと、後半の方で、位相空間の連続写像から、誘導される基本群間の、順同型写像について、お話ししたいと思います。基本群の記号って普通は、π1xx0 っていう風に書くじゃないですか。はい、この x0 っていうのが、ループの起点なんですよね。はい、だから、基本群の定義っていうのは普通はこう起点の取り方によってしまうんですけど、本日の動画で証明したいことの一つ目は、その位相空間っていうのが弧状連結だったら、ループのその起点の取り方によらずに、その基本群っていうのが同型っていうことです。はい、だから、具体的にステートメントをちゃんと書くと、X を弧状連結とし X0、X1 を、X の相異なる2点とする、はい、でこの時、π1x、x0 と π1x、x1 は同型っていう感じですね。前の動画で、基本群ってその大元の位相空間を支配するっていう意味で、大切ですよ的な話をしたと思うんですけど、はい、その、基本群っていうのは位相空間が弧状連結だったら起点の取り方はもう気にしなくて良いっていうことですね。で次にやりたいことなんですけど、位相空間を2つまず考えます。はい、でこれを仮に X と Y っていう風にしとくじゃないですか。はい、でそうすると、位相空間が2つあるから、それぞれに、そこに紐づいている基本群っていうものがありますよね。そうした時に X から Y への連続写像 F があったら、そこから X の基本群から、Y の基本群まで、群順同型写像が作れるっていうことをね、示したいと思います。はい、まあ、これは通常 F スターって書かれるものなんですけどね、 F から誘導される順同型って言われるものなんですけど、それを定義したいと思います。はい、この誘導される順同型って結構大事なんですよ。はい、例えば、位相幾何で、被覆空間っていう概念あるじゃないですか。まあ、このチャンネルでも何個か動画出したんですけど、例えば、X チルダーを、X の被覆空間とします。はい、そうするとその間に被覆写像 P がありますよね。はい、でそうすると、被覆空間の基本群から、低空間への基本群への、順同型 P スターを考えることができるっていう感じですね。まあ、そんな感じで位相空間の話を、群の話に書き換えることができるっていう感じですね。はい、でまあこれも前も言いましたけど、位相空間と群だったら、まあ、群の方が、取り扱いが楽だし、計算が、簡単なことが多いですので、そういう幾何の話を、代数の言葉に翻訳することができるっていうのは、まあ、かなり意義があるわけですね。多分後々このチャンネルでも、そういう動画出していくと思うんですけど、まあ、こういう可観図式とかもね、紹介していきたいと思います。まあ、有名なやつですけどね。はい、まあ、紹介していくっていうか、まあ、証明していきたいと思います。はい、だから楽しみにしててくださいね。うん、頑張るわ。はい、ということで、弧状連結だったら、基本群は起点の取り方によらないっていうことと、連続写像から誘導される群順同型写像の構成についてですね、解説動画を作りましたので、そっちの方をご覧ください。どうぞ。はい、ということでスライドの方にやってきました。まずはですね、まあちょっとこの辺は前回の復習ではあるんですけど、ちょっと軽くまとめています。はい、まあ i っていうのを、01平区間っていう風にして、まず道の定義なんですけど、x を位相空間とする。で、i から x への連続写像を、x の道っていう風に言います。はい、まあもうちょっと一番下に書いてますけどね、道っていうとなんかね、こうニョロニョロってこうなってるようなこう像のことをね、イメージすると思うんですけど、まあ像のことではなくて、写像のことです。もう書いているんですけどね、もうよ、この定義のごとく、i から x への、連続写像、写像のことを、x の道っていう風に言います。はい、まあ像のことを道っていうこともありますけどね。はい、まあでも基本的には写像の方を、道っていう風に言います。はい、そして、平動とかループって言われているものなんですけど、ちょっと読みますね。α を x の道っていう風に言います。で、α0 イコール α1 イコール x0 っていう風に、なるときに、α を x0 を起点とする平動もしくはループっていう風に言います。はい、まあ、だから、01平区間から、x の連続写像なんですけど、その終点と始点の値が、一致しているときに、それをループっていう風に言うっていう感じですね。
はい、そして、点付きホモトピーの、定義なんですけど、α0、α1 を、x0 を起点とするループっていうふうにします。まあ、つまり、α0 の、終点と始点が1、α1 の終点としても、どちらも、x0 で一致してるということですね。はい、で、この時、以下の条件を満たす連続写像、f、i×i から x への、連続写像、あ、連続って書いて、あ、書いてますね。連続写像が、存在するときに、α0 と α1 を、点付きホモトピーっていう風に言いまして、α0 と α1 が、なんかこういう記号ですね、これで、表します。はい、で、まあ、どういう、条件かというと、F0T イコール α0T、そして F1T イコール α1T になるってことです。はい、これがまあ普通のホモトピーの条件で、次、これがまあ点付きの、まあ、本質的というか、まあ、どっちとも本質的ですけど、まあ、2番、これが成り立つということですね。FS0 イコール FS1 イコール、X0 っていう感じですね。はい、この、2番が端点を固定するっていう条件で、上がこれホモトピーの条件って感じです。はい、S っていう、まあだから左側が、どういう、なんかこう、なんて言いますかね、連続写像を変形させるようなパラメーターっていう感じです。で、この右側の T っていうのが元々のその道の、パラメーターって感じです。あ、今の分かりづらかったかもしれないですけど、まあまあちょっと、とりあえずこういう条件っていう感じですね。はい。で、これが点付きホモトピーで、この点付きホモトピーの、関係、これは、同値関係になりまして、なので、この同値類、ループ α に対して、この α のこの大括弧の記号ですね。これを、まあ、同値類、α の同値類っていうふうに、置きます。はい。まあ、よく、見るやつですけどね。はい。で、基本群の定義なんですけど、基本、位相空間 X の中から、点 X0 を固定して、π1XX0 っていうこの記号。これで、この同値類、α っていうのが、X0 を起点とするループ。このループ、X0 を起点とするループの、同値類。を、全部集めてきたものですね。これを、X の、X0 を起点とする、基本群っていう風に言います。はい。まあ、前回の動画でですね、まあ、これが群になるってことはチェックしています。はい。で、まあ、ちょっとそれを簡単に、紹介すると、まず、道の積っていうのは、まあ、同値類の積ですけど、同値類の積っていうのは、まあ、道の積で定義されます。はい。まあ、X を位相空間として、アルファベータを X の道っていう風にすると、この写像アルファベータっていうのをこういう風に定義します。これ、合成じゃないことに、注意してくださいね。まあ、そもそも合成できないし、まあ、これ、アルファもベータもどっちとも i から x への、写像ですので、まあ、そもそも合成はできないんですけど、これは、まあ、なんか、新たな道の積って感じです。で、まあ、どういう積をするかというと、0から、2分の1、もともとこれ i っていうのは0、1平区間なんですけど、2分の1、最初の前半の、この秒数で、この α で行って、で、残りは β で行くっていう感じですね。はい。まあ、そういうような、積のことを、まあ、こういうふうに定義します。これを α、β、ループ α、β の積っていうふうに言います。で、この、ループの積を使って、基本群の、積もこういうふうに、定義します。っていう感じですね。はい。まあ、これは、基本群の演算になっていて、ウェルディファインドになってるとか、そういったことも前回の動画で言っています。はい。いいですかね。で、次に、基本群の逆動なんですけど、基本群の逆動というか、まあ、道の逆動って感じなんですけど、α を x 内の道というふうにしたときに、α のマイナス1みたいな感じ、これの t っていうのを α の 1-t っていうふうに、定めます。こうすると、まあ、連続写像のこの、1-t っていう関数のこの合成なので、これも、連続写像になりますので、だから、i から x への、連続写像、まあ、つまり x 内の道になります。はい。なので、α が x0 を起点とするループとするときに、まあ、これをね、まあ、これもまたループになりまして、まあ、終点と始点は一致してますからね。はい。なので、これをですね、α の逆動っていうふうに言います。はい。で、さっきね、α、β、これが、合成ではないっていうことを言いましたけど、それと同じように、これもですね、別に、ここ書いてますね、逆写像ではないです。はい。これ、まあ、ちょっと、
別になんか混乱はしないんですけど、慣れたら混乱しないだけなのかな、ちょっとわかんないですけど、はい、まあ逆写像ではないですし、これは合成ではないっていうことは一応注意、まあさっきも言いましたけどね、別によく考えればそうなるわけないんですけど、はい、まあちょっと最初はね混乱するのかもしれないです。まあちょっとわかんないですけどね。はい、でまあこのねこの基本群の弦アルファのこの同値類に対して逆弦っていうのはアルファのこのマイナス1っていうやつの同値類っていう風になります。まあこれで基本群の逆弦も定義できたって感じですね。はい。でここまでがまあ一応なんか前回の復習で6分ぐらい使っちゃったけど、まあここからが、今日のやる新しいところですね。はい。まあ最初のオープニングトークでも言いましたけど、個条連結な空間の基本群っていう感じです。はい。まあここに書いてますけど、基本群のだから個条連結だったら起点の取り方によらないっていうことですね。はい。まあ読みますけど、x を個条連結な位相空間とする。でまた x と y を x 内の相異なる2点というふうにします。でこの時に π1xx と π1xy っていうのは、これ群の同形になるって感じです。はい。これ基本群なので、これ基本群でこの記号ついてたら、これ、群として同形ってことですね。はい。で、この、まあ、だから、まあ、これが、群として同形になるっていうことを、チェックします。まあ、なので、この基本群間の同形写像を、構成するっていう感じですね。はい。で、まあ、それはこういう風になってるんですけど、まあ、ちょっと、証明していきます。はい。まず、X は個条連結ですので、ガンマ0イコール X、そしてガンマ1イコール Y っていう風になるような、道、I から X への道があります。これは、個条連結の定義です。個条連結の定義っていうのは、I 異なる2点があったら、それを結ぶ、終点が、その X で、違う。始点が X で、終点が Y になるような、この道が定義されるってことですね。はい。で、ここで、まあ、その道を使ってね、基本群間の、同形写像を作るんですけど、はい。まあ、この道ガンマを使って、このガンマシャープっていうもの、これを、π1xx から π1xy への、順動形写、まあ、順動形っていうのは後で言うんですけど、まあ、とりあえずここでは写像ですかね。π1xx から π1xy への写像として、どういうふうに定義するかというと、まあ、まずこの π1xx の、弦として α を拾ってきます。で、これに対してどういうふうに、こっちの弦を当てがうかというと、ガンマインバース α ガンマっていう風な、もの。これ、道の積が3つ、道の積が2回になってるってことですね。で、このインバースっていうのも、まあ、インバースって言っちゃいけないのかもしれないけど、これも、逆動ですね。ガンマの逆動と、アルファと、ガンマって感じですね。はい。まあ、だからこれね、ちょっと今スライドだから全然、なんか絵を描いてないですけど、まあ、なんかよく、なんていうかな、位相幾何とかダイソトポロジーの教科書では、なんかこれ、絵が描いてありますよね。はい。まあ、ちょっと、あんまりそこは、今回は書いてないですけど、まあ、こういう風な、なんていうかな、弦を対応させるっていう感じです。はい。で、これがですね、群としての同形写像を、与えています。なので、以下それをチェックします。はい。で、これね、基本群の、同値類から、同値類への、写像ですので、まあ、よく、これも数学でやりますけどね、同値類から同値類だったら、代表弦の表し方によらずに定義されてるかどうか、つまり、ウェルディファインドになってるかどうかっていうのをチェックします。はい。まあ、まず、アルファ、ベータを X が起点のループだとしまして、これが点付きホモトピー、パスホモトピックだとします。はい。で、そうすると、この行き先もね、同じものになってるかどうかっていうのをチェックしていくんですけど、まず、アルファとベータが、パスホモトピックだったら、こういうような条件を満たすような連続写像、F、i×ik、i から X への連続写像が取れるっていう感じですね。はい。まあ、これが、まあ、最初にまとめたかな。まあ、こういう風な条件のものが取れるって感じです。はい。で、これに対応させるようにね、まあ、向こう、行き先のね、だから、ガンママイナス1アルファガンマと、ガンママイナス1ベータガンマの、パソコントピックを与えるような、連続写像を作んないといけないんですけど、それは実はですね、こういう風に、定義されます。はい。GST っていうのを、まあ、こういう風に定義されます。なんかね、いきなりこんなん出てきて、なんかおかしくないっていう風にね、思うかもしれないんですけど、結構自然なんですけどね。まあ、もともとこの写像がこういう風に、定義されていますので、これ、道の積なので、ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、最初の4分の1秒でこれの道に行って、
って次の4分の1から2分の1でこの α に行ってで残りの後半の2分の1から1秒で、これを、当てがうっていうね、まあ、そういう感じの、席じゃないですか、道の席なんで。なので、まあ、それに対応させるように、こういうなんかなんて言いますかね、点付きホモトピックの、写像を作んないといけないので、まあ、こういう風になるんですよね。最初にマイナス1、α のマイナス1、そして次に、α と β で、行き先を決めるような、ものなので、それは、この α と β がパスホモトピックを与えるような写像が F ですので、真ん中の方になるって感じですね。はい、まあてか、まあ、そんなこと気にせずに、まあ、こういう風になると、実はですね、これは、なんて言いますかね、行き先の、パスホモトピックを与えるような、これ、なんて言いますかね、そういう連続写像になってます。まあ、まず、連続はいいですよね。全部それぞれ連続で、その4分の1秒のところと2分の1秒のところは、全部、値が一緒ですので、はい。まあ、連続にはなっていまして、で、連続かどうかは、別に本質的ではなくて、これが、パスホモトピックの、条件を与えるようなものになっているかどうかなんですけど、まあ、まず、0秒、G0T を計算すると、この GST のところの S のところに0を代入したもの、まあ、ここしか S 現れてないので、それを代入したものをここに考えます。で、F04T-1 っていうのは、F0、この左側に0を代入すると、それは α になりますよね。それはここです。F0 なんとかっていうのは α なんとかになりますので、そこに0を代入しているところっていうのは、まあ、ここはアルファになります。だからアルファ 4t-1 になります。はい。で、これはですね、道の積の、まあ、これ結合率満たすっていうのはね、今日別に何も言ってないですけど、まあ、基本群なので結合率満たすんですよね。はい。で、これね、最初の4分の1秒でここ。で、次の4分の1から2分の1秒で、ここ。そして、後半の秒数でここになってるので、これはアルファマイナス1、あ、違う、ガンマイン、ガンママイナス1、アルファ、ガンマっていう風になります。はい。で、次にですね、G1T っていうのをこれ計算するんですけど、これも同じですよね。ここ、0がここ1に変わっただけですので、F14T-1。で、F の1なんとかっていうのは、今度はベータになりますよね。これさっきの、ここですね。1が、これ、ベータになりますので、そこを対応させてあげると、ここがベータになります。で、ベータの 4t-1 で、ここさっきアルファのところベータに変わっただけですので、ここ、アルファインバース、ベータガンマっていう風になります。はい。で、ということで、まあ、これが、ホモトピーの条件は、クリアしてるってことになって、あとは、端点を固定するかどうかっていうのをチェックしないといけないんですけど、今度だから右側に0と1代入した場合を考えるわけですね。なので、GS0 を代入すると、これ GST って何だったかというと、これ、ここに t イコール0を代入するんですけど、これ t が0秒の時はこれ、一番上が採用されますので、なので、ガンママイナス1、0になりますよね。はい。なので、ここの、GS0 っていうのは、ガンママイナス1、0になります。はい。で、アルファ、あ、じゃあ、ガンマの逆動ってことでしたので、これ、逆動と定義から、ガンマの1引く、0になりますね。逆動っていうのは1引く何とかになるって感じですので、ガンマ1引く0になります。で、ガンマ1っていうのは Y でしたよね。これ最初に、固定連結、X が固定連結っていうものの、過程から、拾ってきたものでしたので、このガンマってね。だから、ガンマ1イコール Y になってますので、ここは、Y になります。はい。そして、GS1 を代入するんですけど、これはですね、また G を、G のここの右側に、1を代入するんですけど、それっていうのは、2分の1から1まではこっちが採用されます。なので、ガンマ 2×1-1 になりまして、2-1 でガンマ1ですよね。はい。なので、ここの、部分っていうのは、ガンマ1になりまして、ガンマ1は、Y ですよね。これさっきやりましたけど、ガンマ1っていうのは Y です。はい。なので、結局この G っていうのは、G0T と、G1T、これで、まあ、パスホモトピックっていうのがね、定義。チェックされまして、で、端点固定するっていうのもここで入れてるので、G っていうのは、アルファ、ガンママイナス1、アルファガンマと、ガンママイナス1、ベータ、ガンマを、パスホモトピックにするっていう条件になっています。はい。なので、これ、パスホモトピックになりまして、パスホモトピックだっていうのは、これ結局、こういうことですよね。ガンマシャープの、
ものでした。ガンマシャープっていうのは定義は、上辺にここに書いてますね、こういうやつです。ここ、これパソホモトピックだったら、これ同値類はパソホモトピックで与えてますからね。なので、パソホモトピックだったらこれ代表現、同値類としてイコールになります。で、それっていうのはここの、写像のことでしたので、これはパソホモトピックっていうことは、こういうことです。これ定義ですね。ガンマシャープの定義です。はい。ということで、行き先、行く前、だから、取ってきたもの、定義域のところで、同じだったら、表し方が違っても、行き先が同じになるっていうことでしたので、結局、これが、well-defined になるってことが言えたって感じですね。はい。で、順動形、次にですね、このガンマシャープっていうのが順動形ってことをチェックします。まあ、これは、実はすぐ、もうこの5行で終わってるんですけどね。2の、アルファ、ベータっていう、基本群の元を取ってきます。これ、まあ、ループの同値類ってことですね。で、それを、ガンマシャープで送ったものを、まずそれぞれ、送って、その積、道の積を考えます。基本群の積かな。はい、を考えます。で、ガンマシャープ、アルファとガンマシャープ、ベータっていうのはそれぞれ、こういう風になりますよね。ガンママイナス1アルファガンマとガンママイナス1ベータガンマになります。で、これ基本群の積なので、この同値類っていうのはそれぞれ、これこういう風になりますよね。これ前回の動画で、チェックしましたけど、まあこれはそのまま普通にこういう風になるわけです。で、道の積、これそれぞれね、道にそれ逆増をするとそれ結局単位元になりますので、単位元、基本群の単位元っていうのはもう何も、動かさないっていう定点写像ですね。なのでここは、消えまして、これアルファベータになります。ここね、ここが消える。まあここがそのまま消えるって感じです。なんか普通の分数みたいにな、まあ思ってもいいかもしれないけどね。はい。まあ、よくないんですけど、まあ、分かったら別に思ってもいいんですけど、まあ、そんな感じになります。で、ガンママイナス1、アルファベータガンマっていう風になりますので、これっていうのは、この、ガンマシャープの定義そのものですよね。だから、なんか、強弱っぽく、挟むものが、ガンマシャープの定義でしたので、これはこういう風になります。ということで、これは、群順動形の定義そのものですので、ガンマシャープっていうのが、順動形っていうことが言えます。はい。いいですね。で、もともとなんか、もうこの辺で何やってたか分かんなくなって、来るかもしれないですけど、このガンマシャープっていうのが群順動、群同型写像を与えるっていうことを言わないといけなかったわけなんですけど、まあ、まず well-defined 言えて、で、あとは同型写像っていうことをチェックするわけなので、順動型かつ、単写かつ全写っていうことを言わないといけないんですけど、全単写が取れるっていうことと逆写像が取れるっていうことが、同値ですので、あとはこれ逆写像が取れるっていうことを言えれば、全写単写がどっちともいるっていうことになるんですけど、逆写像はですね、この、ガンマのマイナス1っていうこの道にシャープつけたもの、これがですね、ガンマシャープの、逆写像になります。はい。で、これなんでかというと、もう普通にただ動かしてみればわかるだけなんですね。実際ですね、X を起点とするループ α に対して、この α っていうのを、ガンマシャープとガンママイナス1のシャープで、それぞれ合成で動かしたら、どうなるかっていうのを見るんですけど、まずガンマシャープで、この α の同値類をこれ動かすと、これはこういう風になりますよね。ガンママイナス1、α ガンマになります。はい。で、ここで、今度はじゃあ、このガンママイナス1で、このアルファで移すと、これはだから、ガンマのマイナス1のマイナス1がここに来て、で、これ、そのものがこっちに来ます。はい。で、ガンマのマイナス1のマイナス1っていうのはガンマですので、これ結局ですね、ガンママイナス1、アルファ、ガンマ、ガンマ、マイナス1っていう風になります。はい。で、ここっていうのはそれぞれね、逆動になっていますので、これそのまま消えて、アルファっていう風になります。はい。なので、アルファの同値類っていうのをガンマシャープとガンマインバースガンマ、シャープで動かすと、結局これ、アルファでそのまま固定されるってことが分かりましたね。はい。で、その後ですね、これ、ガンママイナス1の方を先に、y を起点にするループ L に対しても、まあ、同じように計算するとこういう風になります。なんかもうめっちゃ省略してますけどね。まあまあ、これ、上とほぼ同じなので、こういう風に書きました。はい。なので、結局ですね、ガンマシャープの逆写像っていうのは、ガンママイナス1のシャープっていう風になります。はい。ということで、逆写像が取れるということですので、全単写が、取れるってことで、全単写になるってことですので、このガンマシャープっていうのは全単写ってことが言えました。はい。なので、全単写かつ順動形ってことが言えたので、これは、基本群間の、群同形写像を与えているってことが言えましたね。はい。なので、π1XX と π1XY っていうのが、同形っていうことが分かりました。はい。
なので、まあ、ここで証明が終わりなんですけど、はい。ということでですね、基本群が、位相空間が個条連結だったら、基本群っていうのは、起点の取り方によらないっていうことが分かりました。もうずっと今日そればっかり言ってますけどね。はい。なので、もともと基本群っていうのはこういうふうに書くんですけど、別にこの X っていうのは別にどこでも良いわけですね。はい。なので、この位相空間、この X が個条連結だったら、π1xx のここっていうのをもう省略して π1x っていうふうに書くことも、かなり多いですかね。はい。まあそんな感じです。はい。まあ、個条連結だったら、ね、なんかこう、基本群の取り方が、まあ、ちょっとスムーズというか、まあ、議論がしやすくなるということですね。別にこの起点の取り方によらないからですね。はい。っていう感じです。はい。そして、次に命題9なんですけど、これが、まあ、この先、なんか被覆空間の、ね、被覆写像の、から誘導されるとか、そういう時にかなり大事になってきますね。結構本質的に大事です。はい。で、まあ、ちょっと読んでいきますね。X、Y を、位相空間というふうにします。で、この、X から Y への連続写像 F が、与えられているというふうにします。はい。で、X0 を、まあ、基本群のこの、起点というふうにします。いいですかね。はい。で、そうすると、この写像 F スターっていうのが、定義されるんですけど、これがですね、基本群から基本群への、写像です。もともと F っていうのは、なんて言いますかね、X から Y への、写像だったんですけど、位相空間の連続写像だったんですけど、はい。これからですね、F スターっていうものを、定義することができるんですけど、それは X の基本群から Y への基本群への、写像になるって感じですね。はい。で、それをどういうふうに与えるかというと、π1xx0 から、この x0 を起点とする、ループ、の同値類 α っていうものを定義して、定義してというか、まあそういうふうに取ってきて、任意に取ってきて、で、それを、こういうふうに写すって感じですね。F と α の、合成。これは、合成です。まあ、α っていうのは道で、F っていうのは単純に連続写像ですので、これは合成になります。はい。で、そういうふうに、その同値類ですね。はい。で、それを、あてがうもの、こういうふうにすると、これはですね、群順同型写像になります。はい。で、この F スターっていうのを F から誘導された群順同型写像っていうふうに言います。はい。まあ、ここに書いてますけどね。はい。で、まあ、これが、順同型であることを示して、今日の動画は終わりですね。はい。まあ、ちょっと、読んでいきますというか、証明していきます。はい。で、まあ、順同型写像になるっていうことを言う前にですね、まあ、証明の前にですね、まあ、well defined っていうことを証明しないといけないんですよね。まあ、さっきと一緒です。同値類から同値類だから、well defined っていうことを証明するんですけど、はい。まあ、まず、well defined っていうことをします。示します。X 内の、ループ、アルファベータに対して、まあ、またパスホモトピックだとすると、こっちの行き先も、パスホモトピックっていうことを、言うわけですね。はい。なので、まあ、まず、ループアルファベータに対して、これパスホモトピックだったら、パスホモトピックの条件を満たすような、i×i から、x への連続写像。まあ、こういうような条件を満たすような連続写像が取れるわけですね。はい。で、この時に、この、ただ単純にですね、この、こういうふうに取れた連続写像と、F、もともとその X から Y の連続写像がありましたけど、それの合成でですね、実はもうパスホモトピックになるってことが言えます。はい。だからさっきより簡単かもしれないですけどね。はい。まあ、F 丸 F を、ちょっと計算してみるんですけど、F 丸 F っていうのは、まあ、これ 0t、これ F0t っていうのはこれ α になりますよね。で、α、fα t になります。で、f1t っていうのを、これは β になりますね。だから βt になります。はい。で、これ単点固定するっていうのもですね、これそのまんまですよね。ただ合成だから。だから、まあ、この条件にただ合成してるだけですね。はい。そうすると、fx0 になります。ということで、この、行き先っていうのは fx0 を起点とするような、ループになります。y の中のね。はい。なので、それは、パスホモトピックになるってことが言えたので、結局これは、イコールですね。これさっきと一緒です。まあ、パスホモトピックだったらその行き先同じだから、この f スターっていう定義からですね。こういう風になるので。はい。なので、こういう風になります。で、f スターっていうのが、well defined になるってことが言えます。はい。いいですね。で、あとはもう順同形を示すだけなんですけど、まあ、順同形示すのもさっきと同じように、これ5行で終わるんですけどね。はい。ちょっと、まあ、読みます。アルファ、ベータを、X0 を起点とするような、ループ
の同値類っていう風にします。で、それをね、F スターで、おのおの写したものを、これ、道の積で、計算したものを考えるんですけど、はい。これは、まず F スターの定義から、F 丸アルファと F 丸ベータの同値類の、こういう風に積になります。はい。で、この基本群の Y、これ Y の中の積ですけどね。Y の中の基本群の、積は、これこういう風になります。これちょっと、まあなんかね、頭バグりそうになるかもしれないですけど、ここが、合成で、ここが合成で、この括弧の中のここ、何も書いてない、これは道の積になります。はい。なので、道の積なので、最初の2分の1秒でここに行って、で次の2分の1秒でここに行くっていうことですので、アルファベータっていう、積に F で合成してるものですよね。OK ですかね。このアルファベータっていうのは、最初のアルファで2分の、最初の2分の1秒でアルファに行く。そして残りの、2分の1から1秒の時にこれベータが採用されるっていうもの。で、それに F で、合成してるっていうことですので、まあ、ここっていうのはこういう風になります。まあ、本当はこれちゃんとね、証明しないといけない。まあ、今の説明で別にいいと思うんですけど、まあ、まあ、そういう風になります。いいですかね。合成が、だから道の積の合成っていうのが、その合成の道の積って感じですかね。ちゃんと言うと。ちゃんと言うとっていうか、まとめると。はい。まあまあ、なんか別にここでそんなに足踏みする必要もないかもしれないですけど。まあなんかね、気になる人は気になりますよね。まあまあ、こんな感じになります。はい。で、このアルファベータっていう道に、F で送ってるものっていうのは、これ結局 F スターの定義そのものですので、F スターアルファベータの同値類。っていう風になります。はい。なので、これ結局、これ順動形ってことが言えましたよね。はい。ということで、F スターっていうのが順動形写像になるよってことで、証明終了って感じです。はい。ということで、まあ結局ね、まあ、オープニングでも言ってますし、今も言いましたけどね、この F スターっていうのは、この誘導される、順動形っていうのはかなり大事になってきます。はい。まあ、そういうのを使ってね、被覆空間のガロア理論とか、まあ、なんて言いますかね、さっきも言いましたけどね、被覆空間のその写像、被覆写像に対して、それをなんか誘導して、なんかいろいろやるぜ、みたいなね、そんな感じのことをやるって感じです。何も説明してないけどね。はい。まあ、そんな感じです。はい。お疲れ様でした。はい、ということで本日の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。